くっつけ。ミスターマリックです。超マイスをご覧に入れます。腕時計です。時刻をご覧ください。1時です。秒針が動いています。今からほんの少しですがこの針を戻してみたいと思います。1時です。覚えててください。私の手の中に置くだけ、そして戻れと。戻ってませんか？30分戻ってますね。ハンドパワーです。はい、今日の超マイスは自分でやって自分で驚くという、はい、自分のハンドパワーがすごいということに、自信を持っていただこうと、そんな超マイスをお教えいたします。使うのは100均で売ってますトランプでいいですね。トランプを使いますよと。そして鉛筆を1本使います。鉛筆です。トランプをテーブルの上に10枚ほど並びます。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 枚、あ、ちょうど並びましたね。さあ10枚のトランプをたった1本の鉛筆で私のこの左手に持ち上げてみたいと思います。ありえないですね。よく考えてください。鉛筆でこの辺叩いていくとトランプは全部私の手の上に集まるという。ありえないですね。鉛筆は普通のね、文房具屋さんで売ってる鉛筆買ってくればいいんですよ。今トランプは配っただけです。あと使うのは皆さんハンドパワーですよ。いきますよ。くっつけと思うんです。くっつけ。もうどんどんくっつけてます。これ何も塗ってないんですよ。くっつけ。もう8枚9枚10枚くっつけ。はい、手の上に乗りました。どうですか？ではもちろんトランプがこのように置いて鉛筆でなくて指だけでもこのようにしてハンドパワーでくっついてくっつきます。指でもくっつけって言うとくっつきます。くっつけって言うとハンドパワーですね。でもちっちゃいお子さんのね、親指がちっちゃい場合は鉛筆を使いましょう。さあなぜこんなことができるかと言いますと、実はこのトランプがきっちり合わさると中が真空になるんですね。それで吸い付き合うという不思議な現象が起こります。ですからあまり使い古したこう曲がったトランプではできません。買ってきたなるべく新しいトランプでやりましょう。そして鉛筆のここが大事ですね。ここに何か貼ってありますね。はい、さあお家にあるかな。両面テープです。両面テープをちっちゃく切ってここに貼ってあります。これなら1枚はくっつきますね。はい、ね、あとは先ほど言った真空の原理を使います。1枚目だけが両面テープです。さあいきますよ。じゃあまず5枚ぐらいからやりましょうね。はい、5枚ぐらいから挑戦してってくださいね。トランプの中央に当てがあってゆっくりまっすぐ持ち上げます。そして次、これもきちっと揃えた方がいいです。見てください、これこうやってずらさないんですかね。必ずまっすぐにするんですね。自分でやってても不思議なくらい。5枚ができたら10枚20枚と増やします。ではどのくらい持ち上がるでしょうか。このくらいやってみましょうか。このくらい持ったね。まあこのくらいでやってみましょうか。さあ上がるでしょうか。ハンドパワー上がりましたね。すごい一瞬じゃないですか。でも一瞬ですよこれは。だってこれもっと、じゃあこのくらいいってみましょうか。ちょっと新しい
新しいので。これがすごい、これスッてやるんですよ、くっつけて。お、ありましたね。次一組、一組、もうちょっと長く見たい。いやいやいや、これは急がなきゃダメですよ。くっつけ、上がるかな。お、お、一組上がり一組持ち上がりました。どうですかこれね、もうギネスブックもんですね。まあ、ぜひあのたくさんトランプでわーっと置いておいて、どん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 くっつける。これをね、友達を驚かせる、自分で驚いてください。また明日お会いしましょう。さよなら。両面テープです。両面テープをちっちゃく切ってここに貼ってやります。しっかり押し付けて、持ち上げて、真ん中にきっちり揃えて、きっちり揃えて、不思議ですね。そして手を置いて。ハンド